はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、痛みでお悩みのあなたに痛みの改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、引き続きですね、ハワイの解剖実習ネタやっていきたいと思います。もう時間ももう11時くらいになってますけど、はい、やっていきたいと思います。はい。まあ、ちょっとさっきのお話で腰痛のことをお伺いしてたんですけど、やっぱり筋膜リリースについても、今回中川先生見てきてくださいっていうところで、見てきていただいたんですけど、まあ、今本当トレンドとして、筋膜リリースって結構こう流行っているじゃないですか。うんうん、でいろんな先生が筋膜リリースとか言ってますけど、それってどうでしたか、実際中川先生が見た感じでは。結論から言うと、どの筋膜リリースしてんのっていうとこでしたね。実際にこの、まあ、フレッシュなご検体もホルマリン漬けのご検体もその皮膚があって、はい、でその、まあ、脂肪組織があったり柔らかい組織があって、さらにその下にまた筋膜があったりっていうところで分かれてる、はい、じゃあその例えば腺筋膜だったり心筋膜だったり、あとは筋皮膜だったりっていう、その膜組織にこう人って包まれてるのに、じゃあそれをどこのリリースできてるのかっていうのは正直僕には分かんないですね。だってこれも筋膜でしょ、膜でしょ、膜でしょ、じゃあその腺筋膜、心筋膜、じゃあどっちの膜をリリースしてるかなんて分かんないです、うん、っていうところが正直なところでしたね。あとやっぱり僕の中で補足するとですね、うん、名前的に皮膚、皮下脂肪、はい、筋膜って名前つけてますけど、まあ、抗原繊維っていうことには変わりないじゃないですか、うん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 、で実際これ引っ張れば皮膚も引っ張ってますけど、筋膜も引っ張ってるし、もっと言うと筋肉も引っ張られてますからね。ですね。それ解剖すれば分かりますけど、筋肉も引っ張られてるし、健先生が生検体でこう引っ張ったら、うん、あちこちからこうもっとシャツをこう引っ張るかのように全部引っ張られてましたからね、はい、だからもう本当にこれが筋膜だし、これが筋肉だしっていう、うんうん、筋肉自体も分けることがナンセンスじゃないですか、うんうんうん、もう解剖すれば分かりますけど、全部くっついてるんで、もう見事ですよね。そうなんですよ、くっついてるからこそやっぱり連動するわけで、だからそれをね、そもそもリリースすること自体、そういうその考え自体どうなのかなっていうところはどうですか。もう僕もそこは、はい、だって実際にご検体でこの筋肉と筋肉をこう剥がすときに、はい、中でこう繊維状のものでこうつながってるわけですよ、うんうんうん、でこう筋肉を剥がしてみて、でここで膜のようにつながってるので、そこをメスでこう切ってどんどんどん剥がすんですね、うん、で剥がすとこれってバラバラになっちゃうから力が伝わらないわけですよ、うん、だからちゃんと筋肉と筋肉ってこうつながってないと連動性がないんですね、うん、だからリリースするって、じゃあこれがそれ以上こう筋肉が滑ってたところで、いやそれって連動性がなくなるから力うまく伝わんないんじゃないの、うん、っていうところで感じましたね。そういうことですよね、はい、もう本当に滑ってね、滑走性が良くなっちゃうと筋肉の連動が生まれなくなっちゃうので、うん、もうなんかもうよくわかんないなっちゃうっていうところだから、考え方自体がどうなのかなっていうところは、うん、ありますよね。ただまあその、うん、実際、まあ、現場臨床としては筋膜リリースっていうような主義で結果が出ることもやっぱあるわけじゃないですか、うんうん、それってじゃあ実際どうなってると思いますか。僕は筋肉のその硬さっていうところをちょっと先生に聞いてきて、それでその筋肉と伸び縮みすると、はい、でその縮まったまま硬くなったところが、例えばそのリリースっていうところでこう動きが良くなって結果痛みが取れてくるんじゃないのかな。だから筋膜がどうこうっていうよりは、その筋肉自体のこの硬さを取っていくっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうには、うん、そこは感じましたね。ただ筋膜の滑走性っていうよりも筋肉の伸び縮みを良くするということですよね。短縮した状態で固定してしまえば、それによって引っ張られる筋肉もありますし、でそれによって伸び縮みがその筋肉自体もできなくなっちゃうので、パフォーマンスも下がっちゃうので、その筋肉の緊張を取ってあげることによって、まあ、引っ張られたり引っ張ったりっていうバランスも取れますし、かつ筋肉自体伸び縮みも良くなるっていうところ。なので、まあ、筋膜リリースって言ってますけど、実際その筋肉の緊張を取ってたっていうことなのかなっていうところは、うん、やっぱり今の時点ではすごくこう強く思うところではありますね、うん、なのでやっぱ筋膜リリースっていうふうに軽はずみに言ってしまうと、逆にこう自分の、まあ、はっきり言いますけど知識不足を露呈しているような形になっちゃうので、まあ、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなっていうところは、今回中川先生から、うん、またやっぱり情報をシェアしていただいて思ったところではありますね。もう安易に言えないと思って、うん、もうリリースリリースってだから
聞かれたら答えられないですもん、うん、どこのリリースしてるか自分で、そうなんですよね、これ答えられないな、筋肉だったら例えば今中殿筋、ここの硬さを取っていきましょうっていうふうに言いますけど、はい、じゃあこれが筋膜ってじゃあ何、線筋膜、心筋膜、筋筋膜、はい、どこどこって言えないです、だからそう簡単に言えないですね、うん、いや本当皮膚と一緒ですからね、全部つながってますから、うんうん、まあなので本当にいつも僕セミナーとかそういう勉強しに行くときにいつもこう意識するのって無知の知ってよく、うん、まあ、知らないことを知ろっていうところがすごく意識するんですけど、やっぱり知ってるつもりになるとやっぱりもう思考停止になっちゃうんですよね。だから今回のことも一応知ったことはありますけど、まだやっぱりそれがこう全て知ったことではないと思うんですよ。だから常にやっぱり知らない知らないっていうところを意識すること、知った状態になると今回みたいに筋膜リリースだみたいなのに行っちゃうので、だから僕たちは常に無知の知を意識しながらですね、まあ、今回分かったこともありますけど、まだまだ知らないことは多すぎるので、ちょっとこれからもどん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 また勉強していかなくちゃいけないですし、うんうんうん、また今回のことってまだ中川先生でまだ整理できてないところたくさんあるじゃないですか。ありますね。なのでちょっと今回はこうつまみ食いでお話ししていただきましたけど、またそうですね、中川先生のチャンネルの方でちょっと少しずつ少しずつそれを整理していただいて、それって患者さんのためにももちろんなりますし、かつ中川先生のやっぱりね、知ったことをちゃんとこう自分でできるようにならないとやっぱり意味がないと思うんで、喋れないってことはね、全然消化できてないってことですからね、うん、そうそういったところでどん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 また整理していただいて、まあ、実際の現場に患者さんに還元できればっていうふうに思うので、はい、まあ、少しずつそこら辺もシェアしていただければと思います。はい、まあそんな感じで今回ハワイの解剖実習でやっぱり分かったことは、もう私たちがやって来たことは、まあ、間違いないなっていうところもありましたし、もっとやっぱり深まったっていうところもありますし、やっぱりその腰だけじゃなくて肩とか膝についてもですね、はい、まあ、痛みのこう解消のヒントだったりっていうところも分かったところなので、またちょっと今回それをもっともっとこう噛み砕いて消化してですね、また本当に来年は誰が行くのかっていうところは、はい、はい、ちょっと楽しみにしながらですね、はい、1年間またこう知らないこと、知りたいことを蓄積して、うん、ちょっとハワイに行きたいなっていうところでありますね。はい、はい、そんな形でちょっと今回ですね、ハワイの解剖実習の、まあ、いろいろこう情報をシェアしていただきましたので、またまあ、詳しい内容は中川先生のチャンネルを見ていただければ分かるかと思いますので、見ていただければと思います。まあ、ハワイの解剖実習の滞在中の動画とかもあるそうなので、ぼちぼちやってます。ビーチでなんかトロピカルジュース飲んでる動画ですか？ああ、それね、いや、取り寄せました。まあ、そんなことしてる暇もなかったですよね。はい、そんな形で中川先生のチャンネルを見ていただければと思います。はい、またですね、今回の中川先生の情報をもとに私も役立つ情報をですね、どんどん発信していただければと思いますので、ぜひですね、お見逃しないように YouTube のチャンネル登録もしていただければと思います。はい、ではですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。